はい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 、皆さんどうも、おはこんばんは、というわけでね。えっ、ー、と、今日もやってまいりましたよ。子供の島キラキラのお時間でございます。はい、えっ、ー、とー、今日でもギリギリに来ちゃったよ。<laughs> ってな感じでね。はい。あのー、まあ、仕事をね、日曜日なのにしている私でございますが、えー、っと、ギリギリで、えー、ちょっと来まして、パタパタと慌てながら、えー、ラジオをスタートさせている所存でございますよ。えへってな感じですね。はい。あのー、ね、えー、っと沖縄も少しずつ、えー、寒く、肌寒くなってきて、それにしてもあれね、昨日、今日とすごい,いい天気ね。 まああのー、ね、今日はいろんなところでお祭りがあったようで、昨日、今日かな、あのー、いろいろと、えー、道がすごく混雑している感じではありましたが、まあやっぱりね、これぐらいの時期、沖縄一番いいですね。過ごしやすいですね。この時期と、ウリズンの時期、このに、えー、この時期、その二つの時期が一番いい感じでございますね。 はい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 。でね、えー、っと、今日はいろいろと、とまた、えー、ちょっとね、えー、またまた今日はちょっと食について、食ね、食についていろいろとお話ししていこうかなというふうに思っている所存でございますよ。それでは子どもの島、キラキラ、えー、今日も楽しくいきたいと思います。 ーニバーに行かれましたいやあお仕事してました <laughs> 結構土日から渋滞が多かったみたいですねああやっぱりねそうよね昨日は8時ぐらいまでは規制がかかっていた状態でしたんかねあのー、最近なかなかそういうイベントに行かなくなりましたね どっちかつそのイベントの仕事をしてたからあれなんだけどなんていうのそのもうイベントの時期はずっとイベント会場で働いてたって感じなんだけど行かなくなっちゃったなそうそうそう仕事でしてたからねあんまりそのお客で行くかっていうと結構裏の方とかを見たあの。 裏方の方どうなってるのか気になる感じで。いや気にならないですよ。<や>あの要は仕事でやってたから、うん、イベントっていうものに対して行って遊ぼうって感覚があんまり出ない。<laughs> そう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 。はいはいども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 ですよ。皆さんお元気でございますか。子供の島キラキラお届けしていきますよ。 この番組は「今日ジョイする」っておなじみのカラオケのジョイさんの提供でお届けしております。皆さんカラオケするならジョイさんにレッツゴーですよ、はい、というわけでね今日はなんかあのお祭りとかがすごいたくさんあってあの今日国際カーニバルかな 沖縄市はね。とかいろいろあ,のあったみたいでね、あのーうん、全然全然、あのー、なんていうんだろう、沖縄も秋のこのお祭りシーズンになってきた感じではありますね。はいでね、あのー、またちょっと明日ぐらいから天気崩れそうな予感で、実はもう今あの、ね、ラジオ始まって、あのー、何分もしないうちに、急に、えー、と沖縄市も雨が降ってきてね、風が強くなって、また明日からちょっと天気崩れそうな雰囲気。 ですね、うんそろそろあれねあいつがやってきますよ沖縄はこの時期になるとあいつそうイカです <laughs> もうイカ釣りのシーズンでしょ12月からはもうイカ釣りのシーズンでしょあのー、やっぱりこの時期からねあのアオリイカねいわゆる沖縄でいうところのシルイチャーシルイチャーね白イカね 白い、まあ白いイカっていう言い方もめっちゃそのままなんだけど、シルイチャーがね、あのー、どん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 大きくなってきて、あのー、寒くなると結構活発なんだよね、彼ら。うんで、まあもちろん夏も一年中通して実はイカって釣れるんですけど、 もうこの時期になるとすごくあれですよ、活発になってきて。で、ね、あのー、ま、あいろいろその釣り師っていうのは、あの、最近よく叩かれてますけど、あのー、エギングって呼ばれる釣り方でね、これ日本発祥の釣り方なんですけど、その、エビの形をした、あの、ギジエで、あのー、ね、偽物の餌でね、木で作ったエビの形をしたギジエでね、そのイカを狙う というイカをその疑似餌で騙してねその疑似餌にイカが抱きついたところを引っ掛けて釣るというねエギングという釣りがね今も結構大ブームで日本全国あっちこっちいろんなところでされてるんですけど沖縄もすごくねあのブームになっていましてであのー、皆さんあのご存知ですかね ANA ね、あの、ANA さんね、旅行会社ね、日本のあの、二大旅行会社ね、ANA と JAL の中のうちの ANA さんね、ANA さんで、ANA 釣りクラブっていうのがありまして、あの、ポチッと、あの、今度見てみてくださいね。ANA 釣りクラブというのがありまして、今、あの、いわゆる釣り観光っていうのが、だん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 と、その、ブームになりつつあってですね、その中で、あの、沖縄は、その、 釣りスポットとして ANA さんからはどん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 やっぱり取り上げられているんですがあの今ちょうどイカ釣りの時期なので沖縄もイカ釣りで特集されてますよあれちょっと見てちょっと嬉しいんだけどなかなかね釣り観光ねあの観光ビジネスとしてまあ観光ビジネスの中に釣りを入れていくっていうのはなんか沖縄ではまだあんまり。 そんなになんていうのかうまく要はターゲットというかそ,のそこに力を入れるっていう雰囲気はなんかあんまりこうまあやってる方はいるかもしれないですけどあんまり表面的に活発な感じはしませんね、うん、四方を海に囲まれている沖縄県なのでまあ釣りでの観光っていうのはすごく大事なのかなっていう気はするのですが。 まあね、ちょっと釣り好きの僕としてはそこはやっていただけるといいと思いますね。では、まあ、今日は食の話をしていこうと思ってるんですけど、あのー、ね、今これからイカが釣れる時期に入ってきたり、で、まあ、あの冬場でもね、例えばね、すごくあの美味しいんですけど、タチウオ。 ね、タチウオが結構あの釣れる時期になったりあとは何があるかな冬場は結構ね魚って冬場によく釣れる魚も多いんですよ魚釣りって夏のイメージがありますけど夏はね魚も沖縄の場合は暑すぎて結構へばってるんですよ <laughs> あの水温が上がるともちろん魚の活性が高くなって魚がよく餌の食いつきがよくなるんですけど 逆に言うとあの小魚餌取りって呼ばれる小魚はもうすごくあの活性が元気になってくるんであのー、ターゲットにしてる魚をこう狙ってるのに小魚が餌を食べてっちゃったりとかっていうねことも多いのでやっぱ秋口ぐらいからが僕は結構魚釣りはあの大好きででここのとこ忙しくてなかなか魚釣りって行けてないんですけどあのー、なんだろう えーとちょっとした、あのー、遊びでね、あのー、妻とドライブに行きながらちょこちょこって竿を下ろしたりするんですけどあの久しぶりにここ最近海じゃなくあの川とかその湧き水みたいな沼みたいなところとか行って遊びでテレピア釣ってるんですよ。<laughs> まあ釣っっててるっちゅうても そんなあのドライブの途中でちょっとあのいつも車に釣り竿を積んでるからドライブの途中でちょっとちょろちょろっとあ、ここテレピアいるなと思ったらあの短いあの遊び用の竿でさあのおもちゃみたいな竿であのポロンって糸垂らしたら勝手に食ってくるんですよね。 も,もしかしたらあれを本当に餌つけなくても食うんじゃないかぐらいの勢いなんですよテレビやって。お面白くてさ釣って遊んでもちろん逃がしてまあね生き物だから大変申し訳ないけどちょっと遊ばしていただいてるんですけどなのであ,のある程度いいぐらいのサイズいいぐらいっていうのは今言ってるのは食べるではなくその水槽に入れていいぐらいのサイズのやつをこの間何匹か釣ってきて。 うちの水槽に入れているんですよテレピアンね結構ねテレピアって実は観賞魚としてもあの世界的に言うと日本ではあまりなじみがないけど海外ではテレピアって観賞魚としても結構珍重されててあの種類にもよるんですけどあの、えー、といわゆる、えー、ニロチカ種。 えとナイル種ですねナイルテラピアって呼ばれるものはあのあれなんですよあのなんていうのかな色が綺麗でちょっと赤みが入っててヒレとかに見た目すごい綺麗なんですよね顔の方とかちょっと青光りする感じの光の反射でねすごくあのこう体,体色がねこうキラキラキラーって光ったりしてすごくいいんですよ でまあ、あのうちの水槽に今2匹ね、あのー、入れてるんですけどねあのナイルテレペアをねティラピアをねであの実はあのテラピアってあの海外に行くとすっごい食用として当たり前にあのレストランで出てくるんですよであの海外って僕は台湾とか、まあ、あの台湾は1回だけかフィリピンばっかり行ってるんですけどめちゃくちゃ美味しいよフィリピンで食べるテラピア めっちゃ美味しい。沖縄ではね、テラピアって、どぶ魚みたいなイメージがあって、誰も食べないけど、めちゃくちゃ美味しいよ、テラピア。あの、ちゃんと養殖されたやつね、あの、川魚みたいな、そこら辺に泳いでるじゃなくて、ちゃんとね、養殖されてるテラピアって、すごく美味しくて、あの、僕、フィリピンに行くとよくテラピア食べるんですよ。うん、安いしね、すごい美味しい。 ほいで、あのー、このテラピアって実はあのシクリッド種になってて、まああのー、種類で言うとこうあれスズメダイ、要はあのタイの仲間なんですよ、あのー。それの川魚版みたいなやつでだから、あのー、身も、ね、白身でなんて言うんだろうあの本当にタイみたいな感じどっちかっていうと、ね、チヌに近いかな食べた感じは。 食感とかねチヌに似てるなあで骨もね小骨も少なくて割と食べやすい魚なので僕はすごいテレピア好きなんですよね美味しいんだけどまあこの話して「テレピア食うの?」みたいに思ってる人いっぱいいるはずなあと思うんですけどまあ今日皆さんにちょっと聞きたいところっていうのは何かっていうとまあ、テーマっちゃおうテーマですねえー、っと「テラピア食べたことありますか?」みたいなね <laughs> <laughs> 釣ったことあるかどうかからいきましょうかね、テラピア、小さいときテラピア釣りしたことあるか、で、さらに、その釣ったテラピアを食べたことありますかっていう。 ところで皆さんコメントどしどし入れていただけたら嬉しいなと思います。はい。えっ、ー、と、最近はね、あのツイッターからのコメントが多いので、みなもちろんツイッターからも、えー、お待ちしてますし、あと、えー、っと、ね、あのー、ここの、えー、FM コザの、えー、メールにも、宛にも、えー、どしどしご連絡いただけると嬉しいですよ。メールの宛先は7 6 1アットマーク f m c o z a j p 761-FMKOZA。FM コザね。うん。マーク f m コザ .jp。で、ファックス番号は098-934-8653。098-934-8653。こちらでお待ちしてますよ。もちろん、あの、ツイキャスユーストリームからもどし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 募集してますので、ぜひぜひご連絡ください。はい。 あのー、小さい時沖縄の僕たちぐらいの年代ね30代まあアラフォーですよ僕が42だから30代後半から40代前半ぐらいまではそれぐらいまではテレピアつったりとかした覚えがある人いっぱいいるんじゃないかな今さすがにね今いわゆるアラサ20代後半から30代前半ぐらい の人はさすがに少ないはずね。テラピア釣ったことあるかちゅうとね。釣り自体あんまりやった経験が少ないかもしんないからね。それで、あの、今日は食なんですよ、実は。 あの食の話を今日はずっとしようと思っていてであのあの川魚のテラピアってすごく栄養価が高くてであの白身であの割とあのパサパサしてるイメージがあるんですけどあのニロチカシュナイルテレピアとかはあの綺麗に養殖されたやつって結構身がさあのもちもちしてて美味しいんですよ油がのっててで僕的に大好きなのは唐揚げなんですけどね うん、あ天ぷらも美味しいよ本当白身でであのー、実はねあのー、最近あのー、そのなんだろう僕の、まあ、なんだろう中うかね僕のあのー、実は同級生があが、の、ん、ー、になってしまいましてあのー、まあその大腸がんなんですよそれでねあのー、大腸がんになると まあ大腸がんだけじゃなくがんにかかるといわゆるその糖質食べ物の中の糖分ね糖質とかっていうのをある程度制限しないといけなくなるというかまあがん自体がその何を食べているかがんの栄養分って何なのかっていうと糖質なんですよ。がんってすごくこの糖質をこの食べて。 そのがん細胞ってあの生きてるので大きくなったりするので糖質制限をするんですねがんになられた方ってでそれでじゃあ,あの糖質があんまり食べれないっていうとどうなるかっていうとお米でそれから麺類要は小麦粉関係ねあとパンとかいわゆる世の中で主食って呼ばれてるものねあと芋,芋もダメなのよ糖分多いからね であとフルーツなんかの糖分ももうダメになっちゃうからもう本当に世の中でいわゆるその主食って呼ばれてるものとかあとはあのー、甘いものの代名詞関係はもう全部ダメなんですよでそうなってくるともう食べるものないじゃんって話になるんですけどあのー、要はあの野菜特にあのー、甘みの少ない葉野菜ね で、それから、白身の魚。赤身はダメなんですよ、糖質が多くて。赤身の魚はダメでも、白身の魚。多分ね、光物もね、ちょっとどうかわからない、白身の魚になるでしょうね。で、そこら辺が、実はあの、糖質を制限する時の、えー、いわゆるその食事の内容になっていくというかね。でね、あのー、いわゆるナチュラルチーズ。プレーンのね、 ナチュラルチーズは、えー、っと糖質が少ないのであの割とそのがんの方でもプレーンのナチュラルチーズなんかはいいみたいですねでも味付けされてるチーズはダメですよ糖分入れてるしねあの塩分も高いしねうんまあなのでえー、っとなんだろう食べられるものがかなり減っていくというかいわゆる今世の中でおいしいと呼ばれているもの ね、特に外食で食べるようなものとかがほぼ食べれなくなる。ですよね。麺類ダメ。パンもダメ。米もダメ。ってなった時何食えばいいんだよってなっちゃうよね。ここはね大変。でまあ今日はねあのそれだけでなくやっぱりあのー、子供のにねあの食べさせるものとかも含めてねいろいろと今日はあの食について。 考えていきますよはいあのそれとテーマとしてねテレピア、えー、釣って食べたことありますか皆さんコメントどしどしお待ちしてますのでねはいここでえー、っとコメント一つ、えー、紹介しますよえいかれお兄様こんちくわはいこんちくわえー、こんちくわって流行ってんの <laughs> まあい,いやえー、っと早く一生行きたいね、えー、もう1年過ぎたけどあははというわけでこれ行きたいねっていうのは釣りですよねはははは これね、もうね、あのー、いわゆる名前変えてないけど、誰かわかります。怒りお兄様っていうところで誰かわかります。はい。ごめんね。釣り行きたいよね。もう全然僕も、僕自身が釣りに行ってないからね。先月かな先月、10月ぐらいに一回だけちょっと行ったかなイラブチャ2匹と英語はとかいろいろ釣ってきたけど、 あのー、この、この間つったイラブチャーはね、あの、その、あの、ちょっとガンになっちゃった同級生に僕持ってって食べ、食べてつって置いてきたんだけどさ、あのー、白身の魚、イラブチャーって白身の魚だから、あのー、ガンになった方でも、あの、OK みたいよ。ただやっぱり料理の仕方よね。糖質取っちゃいけないから、やっぱりできるだけ、えっ、ー、と、オリーブオイルとかで焼いた方がいいのかな。 煮付けとかにすると味付けするときにどうしても糖質ね、糖分。要は調味料の中にも糖,糖質っていっぱい入ってるから、普通に素焼きでしょうね。うん。釣り行きたいね。行きたいですね。あのー、タイミング見て本当に。まあ、ね、本当ちょっと今は仕事しながら今週土曜日の午前中急にパッて時間ができたよとかっていうタイミングとかね。もう本当に、 急にパッて、あ、今日仕事がたまたまパッて早く終わったとか、そんな時に本当に2、3時間利用してパッて釣りしに行くっていう状態だから、計画的に釣りしに行けてないんだよね。ごめんなさいね。でも、あのぜひぜひね、年末年始の間に1回は行きましょう。正月休みで行けたらいいかな。とりあえず三日日はお休み。休めるかなわかんないな。<laughs> まあ。 まあまあまあ、まあ、あの三が日の間に行ければいいなと思いますでえー、っとああ上の方に書いてあるねニックネームねアッキーさんねやっぱりアッキーさんだったんだね正解 <laughs> アッキーさんあれあのテラピア釣って食べたことないあのぜひぜひコメントくださいテラピア釣ったことあるか食べたことあるかねはいよろしくお願いいたしますはい で、えー、っと、僕は、あの、石川市。えー、っと、今はうるま市ね。あの、えー、っと、2000何年だろう ?2005 年ぐらいだったかな。えー、っと、平成の大合併の時期に、えー、ぐ市、石川市、それから、よなしろ町。この三つかな。これぐらいかな。合併して、うるま市が誕生したわけですよ。 で、えっ、ー、と、我が僕の生まれ育った石川市という市は消滅して、うるま市石川になってるんですけど、その石川ってさ、あの、あれだわけ。あの、テラピアいっぱいいるわけ。<laughs> でね、あの、不思議なことに沖縄でも、あの、テラピア、実は沖縄には3種類のテラピアがいて、で、まずナイルテラピア。で、それからモザンピークテラピア。 でもう一つがね、何だったかな、あれ、ンテラピア、何だったかな、ちょっと聞き慣れない感じの種類のテラピアなんですけど、大体大きく分けて3種類、沖縄にはいて、生息していて、で、あの、その、不思議とね、地域によって、その、テラピアが2、3種類混在しているところもあれば、ここはもう完全にナイルティラピアばっかりとか、ここはモザンビークばっかりとか。 であのー、すごいあのー、なんていうのピンポイントの話をすると石川のえっ、ー、と石川川って川があるんですけどうるま市石川にでその川の上流って石川ダムなんですよ実はでその石川ダムの方にねあのー、まあ石川ダムの河口ですよ逆に言うとえー、石川川の上流は。 で石川ダムの河口、本当に川に入るところに行くと、テラピアよく釣れるんですけど、あのー、モザンビークばっかり。不思議ね。うん。モザンビークはどっちかっていうと、ちょっと白黒っぽい感じのさ、あのー、テラピアで、えー、と、あ、白黒っていうか、あのー、灰色 のいわゆるみんながイメージしているあんまりその可愛くない動物魚っぽいイメージのテラピアですよ。あれがいっぱいいて、で、そのいわゆるナイルテラピアみたいに赤い模様が入ったりちょっと綺麗な色。 とはちょっと違う。でも、いわゆるマウスブリーダーって言って、あの、口の中で自分の赤ちゃん、子供を育てるっていう、マウスブリーダーって言うんだけどね、そういう種類、そういう魚をね、口の、自分の口の中で子供を育てるっていう魚がいるんですよ。そうやってできるだけ、その、子供がその死ぬ確率を減らしていくっていうね。で、その自分の種を繁殖させるんだけど、そのマウスブリーダーの中でも、モザンビーク種が多いですね。 で、まあ、石川でも小さい時、食べてましたよ。ほんと。あの、テラピアは結構食べてたな。あの、僕たち世代ぐらいからはそんなに食べてる人は少なくて、釣って遊んだよっていう経験は多いけど、食べてたな。僕食べましたよ。 僕は食べた経験がある小さい時、ちょっと臭かったけど、でも、美味しい、それでも美味しいってちょっと感じたりしてたので、まあだから、実際、その、身自体は美味しい魚なんですよ。ただね、あのー、どうしても川魚だし、特にテラピアって、その、ドブ魚にいるイメージだから、臭いっていう、その、どうしてもイメージがついてまわるんですけどね。うん。まあそんなこと言ったら、鯉も臭いからね。 コイとかもあれですよ、だいたい食べる前に、あの、きれいな水に入れて、一日ぐらい泥はかしたりとかし,して、それか食べますからね。で、あの、コイも、あの、泥はかして、それでも、なおかつ、その、お腹を、えー、開いた時に、できるだけ内臓を傷つけないで、内臓をきれいに取ってあげないと、身に、その、内臓の臭みが移っちゃうからね。 うん、やっぱ川魚はなんだかんだ言ってちょっと臭いかな、うん、ただやっぱりその味はね恋もそうだしテラピアもそうだけどすごい美味しいからね、うん、まあ食べ方なんでしょうねはい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 であのー、ちょっと話を食の話に戻しますがあのー、その友達が同級生ががん、えー、になってしまいまして 僕はねあのー、とってもそのなんだろう結構小中高一生だった友達なのであのー、いろいろ考えるところも多いんですけどいろいろ本人と話をしたらあのー、やっぱ結構ポジティブにその直すっていう気持ちがあって僕すごい嬉しかったんですけど。 僕もできるだけポジティブにね彼とあのいろいろ話をしてるんですがあのどうやらねあのやっぱりその白身の魚っていうのはすごくがんを持ってる人にとってはあのいわゆるそのいい食事というかがん細胞があんまり増えない、まあ、要はがん細胞っていうのはあの糖質を食べて大きくなるからとか大きくなるというか増えるから。 あの糖質の少ないできるだけ糖質をカットした食事をするわけですけど白身のお魚っていうのはすごく糖質が少ないらしいんですよだから、あのー、白身の魚はすごくいいっていうふうにうちのこの僕の友達も言っていてであのー、特にその沖縄の魚 であのいわゆる沖縄で方言の名前がついた魚って彼言っててすごいそれが「あ面白いな」と思ったんだけどそのいい表,表現というかねあの方言の名前がついてる魚が一番いいんだよって言ってそういうことを彼が言ってて友達がで例えば「イラブチャね「いらぶ茶」まああの「あおぶっていうんですけどね「イラブチャね「うん、イラブチャそれから例えば「グルくん」とかねそういうふうなあの白身の魚 それはすごくあのいいみたいですね。糖質が少なくて。で、そう考えると、多分ね、多分だけど、あの、あれですよ。あの、英語はなんかもいいんじゃないかなと思う。英語は。ね。ただ、英語はの場合は、マースにするときにお酒を入れなければいいのかな。うん、っていう感じですね。 まあこういうふうにね食ちょっと前半はえっ、ー、とテラピアとか魚の話でがん細胞にのねがんの餌になりにくい食べ物。 ってていいうようよな話を今していますがこれすごく食ってすごく大事で食と、えー、体の関係っていうのは当たり前なんですけど食と精神食と心それから子どもの,あの発達発育についての関係性ってすごく大事なので後半またそこら辺の話をしていきましょうかねでは今ちょっとあの今日はずっとかけてますけど五代五の曲を、えー、かけていきましょうねちょっと懐かしい曲をかけていきますよ もう誰でも知ってる曲ですね行きましょうか「銀河鉄道」。 実は食べ物とその心のえ問題についてちょっとお話しさせていただきたいなと思ってるんですけどあの本当に異色同源で食べ物と体の健康っていうのはすごくあの密接な関係を持っているんですが食べ物と心の関係っていうのはすごく実はあの重要で。あのー これねあんまりその食べ物と心の関係って、ね、あの分かる人は分かるというか取り上げる人は取り上げると思うんだけどなかなかねあの、まあ、そのこ食べ物と健康というところから先に進まないことが多い。ね、であの、ねまあ、逆説的に言うと,、えー、と僕今まで関わってきていろいろと問題を抱えている子たちいてあの漏れなく。 もうね100%に近いぐらいまあとりあえず99%って言っておきましょうねとりあえず99%って言っておきますけど漏れなく変色ですこれねほんとねであのいろいろとさその子供に関わる仕事をしてる方とかあとちょっとまあ,あの障害お持ちの方々の施設ので働く人たちとかといろいろ話してても まあ、あの、あれですよ。あの、共通の、あの、部分です。もうね、漏れなく変色。あの、食べ物を、要は好き嫌いとかじゃないんですよ。好き嫌いっていうレベルじゃないんですよ。あの、本当の変色なんですよ。例えば、一切野菜を食べないとか。あるいは、一切お肉を食べないとか。で、お肉食べないって言ってるんだけど、 加工肉は食べる人ってすごく多くてあのねなんて言うんだろうな加工品が好きな人が多いかなその要はそのちょっと心に問題を抱えているとかちょっとあの精神とか、えー、そういった部分にその問題を抱えている心の風邪をひいた人なんていう言い方をしますがそ,のそういう方々とかそういう子たちに接してていつも思うのが。 やっぱりね、あの、漏れなく変色なんですよ。食べ物に、その、すごく偏りがあって、例えばね、あの、チキンナゲットしか食べないとか、えーってなるじゃないえーって。 他に何も食べないのかって言ったらあんまり食べないんですよ。で、食べること自体、食に関して自体もすごくその消極的で、その小さいおにぎり、普通の例えばコンビニのおにぎりの半分ぐらいのやつね、小さいおにぎり1個と、あの、チキンナゲット2個とかね、それでお昼とか、そんな感じなんですよね。で、あの、なんて言うんだろう、あの、食 食感とか、あのー、食べ物に関しての,あの味だけじゃなくてそのこう食感食べた感じの舌触りとかそういったものにもすごくその偏りがあってあのヌルヌルしたもの食べれないとかあとねあとあれ多いなきのこ食べれないとかねで、あのー、本当に偏りのひどい人になるとあのお菓子ね あのお菓子ばっかり食べててご飯食べないとかね実際結構いるんですよで、あのー、それで、あのー、なんていうんだろう心の,その風邪がずっと治らないでずっと心の風邪をひいてる感じが続くというね食事ってすごく実は大事でその例えば命の問題をとって 時にもその食事でからその本当は命,ね命をいただきますっていう部分はあの学ぶことが多いんだけどなかなか今の時代その食べ物から命の,その勉強をするっていうことが難しくてまああのギリギリねあの2つ足要は鳥ねでそれから魚でなんとかその命の勉強ができるかなっていうぐらいだと思うんですけど。 あの、今、四つ足は、あの、屠殺するのに免許がいるからさ。まあ、それで今はギリギリ二つ足、鶏肉とか、あとはその魚ね、んが、あの、命の、あの、勉強をする、うー、部分では、その、ギリギリなのかな。うん。で、変な話だから、魚もね、あの、食べないし、で、野菜も食べないし、 コンビニの,そのいわゆるあのまあコンビニでそのチキン買って食べたとかあとはその要は唐揚げ食べてるとかあとその加工肉ばっかり食べてしまってるでえっとあとはパン食ねあの菓,子パンが菓子パンで食事が終わるっていう方すごく増えましたね。うん であのそういうふうな食事を続けている方というか、まあ、逆説でいうとちょっと心に問題を抱えたりいろいろと、えーまあ、いわゆるそのうつとか精神的なものとかを抱えている方って漏れなくそういう食べ物がすごい偏りがあってですね。でそれともう一つ睡眠。 ね、睡眠にもすごくそのいわゆるそのなんていうのかな、えー、熟睡できないとか眠くなる時間帯がバラバラに来るとか、まあ、いわゆる睡眠障害って呼ばれるそういった部分も、えー、併用しているってなってくるともうどん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 ,どんなんですよであのー、なんていうのかな あのー、じゃあなんでその、えー、食べ物と心の問題とかって影響していくかっていうともう本当に端的に言うとあの人間の体っていうのは食べ物でできてるわけですよ。自分が食べたもので自分の体は作られていくわけですがあのー、もっと言うと例えば脳みそね、人間の脳であってもあのー、あるいは体の中にあの出てくるホルモンとかねそういう分泌物ね あの脳内ホルモンとかも含めた分泌物とかも含めて要はあの食べてるもので作られてるわけですよ元を正していけばねあの脳も食べてるもので作られていくわけでしょだから成長特に子どもの時点で子どもの成長の過程で特に脳がどんどん発達していく段階っていうのはすごく重要だしあの要はその心の,あの病気や心の問題を抱えるっていうのは そのこ心っていうものがその脳とあの分けて考えられやすいんですけど心っていうのは脳の中にあるわけですよ。まあ、簡単に言うとね要は何かっていうとその何かを考えたりする何かを感じたりするって脳の中で起こっているわけじゃないですか。で、えー、っと例えば触覚。 いや視覚聴覚なども脳とあの連結しているので脳がその触覚の部分を感じなくなったら何か物を触っても暑くも寒くも冷たくも感じなくなっていくわけですよね神経ですから。であの要はその何かを考えたりこう会話をしたりそういったものも全て脳であの制御されているわけですよ人間は。 だから僕はね心は脳の中に存在しているっていうふうに考えていますだからその脳っていうのを脳っていう言い方をすると逆に言うと脳はあれでしょもともとは筋肉が変化したものなんですよね 人間の脳ってだからその脳を育てるっていうのはその人間のそのフィジカルな肉体的な部分なのであのの食べ物との関係性ってすすごく大事なんですよだからその子どもの発育の状態でねその子どもを育てる上でどんな食べ物を子どもに食べさせるかってすごく大事で。 本当にね、あのー、いわゆるファーストフードとか、あのー、コンビニとかの食べ物を子供にあんまりその食べさせてほしくない。 ね、別にこれはファーストフードとかコンビニとかをバッシングしているわけじゃないんだけど子どもが成長する過程の中でそういうその食べ物を食べていくと、まあ、いっぱい含まれているその化学物質とかその加工肉の中に含まれるその物質っていうものが子どもの成長期に脳や体身体それから神経の発達発育の中で与える影響ってすごく大きいと思いますので。 やっぱりねできるだけそのいわゆるその昔何十年30年前40年前に昔当たり前に食べてたような食べ物別にねあのオーガニックのすごくあのなんていうのか高い食べ物を食べさせましょうということではなく普通にねその地元でずっと昔から食べられてきたような家庭料理で極力作って食べるね。 あの作って食べるっていうことがすごく大事だと僕は思っています。うん でえー、っともう少し突っ込んでその食べ物と心の、えー、関係性、ねえー、精神社会、ね、精神世界と,その、えー、食べ物と僕自分が食べる食べ物との関係でいっていくというです、ねあのー、例えばうつ、えー、や精神的なその問題を抱えたとしますであの不安というものがすごく心の中に広がっていって頭の中が真っ白になってしまう。 何も考えられない状態になったりあるいは倦怠感だるーくなってしまったりっていうことを繰り返していくわけですよ。 でその不安人間が何かに対して不安を感じたり悩んだり心が苦しくなったりしている時っていうのはあの脳の中が不安物質でいっぱいになってて不安なあのことを考えてしまうっていうその思考の考え方の思考の迷路に入っている状態になっていると思うんですけどその時に、えー、通常であれば脳の中から脳内ホルモンと呼ばれるホルモンの一種で安心物質 セロトニンというものが脳から分泌されます。 で、このセロトニンっていうのは何かっていうと、どんな物質かっていうと、人間が何らかしら不安とか悩みとか心の中での苦しみ、要はその触覚とか体の痛みとかとは違う心の中での苦しみとか、そういったものを感じたときに、このセロトニンというものが脳か脳の中で分泌されて、で、その痛みや苦しみ、その悩みとか、そういったものを和らげていく。 そういう役目を持っているのがセロトニンという物質なんですね。で、これはいわゆる安心物質とか言われていまして、あのー、何かに対する恐怖心とかに対しても、あの、すごく、あのー、効果があります。あのー、で、そういう状況になった時にセロトニンというものがしっかりと分泌されないと、 こうとっても不安を強く感じたり恐怖を感じたりあるいは心の中でずっと苦しみを感じたりこう何かのモヤモヤでも頭の中がいっぱいになったりそういう心の苦しみを感じている時にセロトニンっていう物質がもしあまり分泌されなかったらあんまり分泌されないとこの 心の中頭の中でのモヤモヤやこの苦しみとか悩みとかっていうのがずーっと頭の中で回るわけですよ。これってとってもきついよね。とっても苦しいことだと思う。でそういうのがもうしょっちゅうしょっちゅう続いていくともう精神的にもまいってしまうじゃないですか。 でそんな状態だともう仕事とか勉強とか日常生活とかがだん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 とこう手につかなくなっていくというかもう気力がなくなっていきますよね。でいわゆるその状態に入っていくとまあ一般的にいううつ状態とかその精神的にあの、まあ、心が風邪をひいてる状態っていうような状況になるわけですよ。じゃあこの あの安心物質と呼ばれる、えー、脳内ホルモンのセロトニンこの分泌を促すようにするといいんですけどその分泌を促すっていうのは急にすることはできないですよね急に脳に向かって「おい脳みそセロトニンたくさん出せ!」って言ったってなかなかそれは言うこと聞いてくれないですよねホルモンのバランスや体質などからこれはセロトニンの分泌量っていうのは変わってくるのでで あのもちろんそれは体質を改善したり生活環境を改善したりとかいろいろなことで脳内ホルモンをセロトニンの分泌っていうのの量を促していくっていうことは可能なんですが急にはそれができないのでセロトニンに似た化学物質を薬として体に入れるというのがいわゆる安定剤であったりそのうつになった時に処方されるお薬です。ね でででもできるだけお薬って頼りたくないですよね。あくまでもセロトニンの代わりになるという物質であってセロトニンと同じものではないのであのー、やっぱりそのセロトニンとは違う副作用が出てくるんですよ。じゃあどんな副作用かっていうと毛だるくなったり。 この倦怠感がすごく強くなったり、こうぼーっとして体が動か、体を動かすのがめんどくさーくなったりとかっていう、いわゆるこのちょっと落ちた状態になりがちなんですね。その代わりあれですよ、あの、もやもやとか心の,あの悩みとかそういったのはもう、あの、なくなるし、逆に言うと何も考えてない状態になっちゃう。だから、その、薬でなんとか、薬だけでなんとかっていうのは厳しいわけですよ。 はいここでね、えー、と今ツイキャスでコメントがありまして、えー、とキャラメルさん、えー、初見です子どものお話勉強になりました確かにそうです、えー、というところの中で分泌させる方法が気になりますねっていうのはあのー、セロトニンのことですよね。 で、えー、なるほど一長一短ですねはそのセロトニンに代わるその安定剤いわゆるお薬ですよねお薬は一長一短なんですよお薬自体が悪いことじゃなくそれを、えー、お薬だけに頼るということが危険で、えー、過ぎたるは及ばざるがごとしじゃあそこで今キャラメルさんが、えー、分泌させる方法が気になりますねというところにこれからちょっとお答えして今日の番組は、えー、終わらせていただきますがここからが食べ物 食と,食と、それから、えー、心の問題、ここからなんですけど、実はこの脳の中でその分泌される、えー、脳内ホルモン、セロトニン、ね、安心物質、人間が心に不安を感じたり、えー、苦しくなったりしたときにそれを和ら,げて和らげてくれる脳内ホルモンであるセロトニンって、実は腸で作られるんですよ、腸内。 腸内でで作られるんですよおなかの中で作られるんですよセロトニンっていう物質はこれ不思議でしょ脳内ホルモンよ脳内ホルモンでその心が不安にかなったりとかした時に分泌されるセロトニンっていうものはおなかの中で作られてるんですよ腸の中で作られるのであのー、実は食生活っていうのがすごく影響を与えるんですね お腹が荒れているというか、腸が荒れている。やっぱり食べ物、あのー、いわゆるちょっと体に悪い食べ物をよく摂取していたり、あとやっぱりお腹の健康ってよくほら、あの、便秘の薬のコマーシャルなんかでも言うけど、あの、便秘に一番いいのは、あのー、安定した睡眠と食生活って言うでしょ。要はあれ何かっていうと、腸の環境。 腸内の健康を保つにはもう重要なのはたった二つなんですよ。それはやっぱり睡眠、それから食事。この二つ、この二つが腸のお腹の中の健康を保つとっても大事な部分なんですよ。 そう。で、その、そうそうそう、今ね、あの、ツイキャスからコメントいただいて非常に嬉しいんですけど、キャラメルさんが、脳内ホルモンなのに、腸内なんですね。不思議とおっしゃっていただいてもそう、不思議ですよね。皆さんも、えっ、ー、と、ラジオ聞いていて不思議だなって思ってる方いると思うんですけど、腸内ホルモンは、実は、脳内ホルモンは実は腸で作られる。 ここの部分を考えていくことで、えー、食べ物と心の関係性っていうものが実は改善されていくんですけどこの続きはまた来週というわけでまた来週も聞いてくださいね。それではバイバイ